2分ほど遅れましたとお詫びを申し上げます。サボってたわけじゃないんですけど、気になってたんですけど、日程の都合ですいません。今日は4月29日の日露首脳会談についての佐藤雅夫さんからの分析をですね、いただきたいと思っております。最近マスコミでは今月の13日 の、 橋本日本維新の会共同代表のですね、発言がいろいろ取り出されております。私はこの点だけはしっかり分けなければいけないと思うのは、慰安婦問題は歴史認識の問題であります。これは明確にしておかなければいけないと思います。橋本さんが沖縄の米軍司令官に言ったですね、沖縄に慰安所を作れみたいなですね、風俗を活用せるという発言は全くこの歴史認識は別問題であります。これで分けておかなければいけません。橋本さんはなんか今テレビ見てるとすり替えの議論しておりますね。自分の言ったことを正当化するのと同時にですね、この何とかっていうよくマスコミに出ているアメリカ人なんですかね、この人のアドバイスでですね、何か国際感覚が足りなかったと、この点は謝れみたいな話を鵜呑みに受け止めてですね、この発信しておりますけども、これも私はお門違いだと思います。沖縄に対する差別はいけません。これはもう一つ、女性を物扱いだとか動画扱いだとかですね、蔑視するのもいけません。これでは明確にですね、しておきたいと思います。これで皆さん方もぜひともですね、すり替えの議論に負けないようにですね、負けないと言います。これ勘違いしないように、受け止めだけは私は正確にですね、していっていただきたいなと、こんなふうに思っております。以上であります。なお、残念な報告でありますけれども、今月の16日、石川智弘、我が党所属の衆議院議員はですね、後援会に、の皆さん方に議員を辞職して裁判は最後まで戦うという表明をしまして、17日衆議院議長伊吹議長にですね、辞職願を出しまして、21日衆議院の本会議でですね、辞職が認められました。石川さんまだ39歳、6月の18日の誕生日が来て40歳でありますから、私は時間は十分あると思っておりますので、石川さん自身、政治家が天職だとこう言っています。必ず国政に復帰するとこう言っておりますので、私のできる範囲で最善を尽くしてですね、カムバックに向けてのですね、支援をしていきたいなと、こんなふうに思っております。合わせて石川さんは金がね、政治家の出生進退は政治家本人がするものだとこう言ってまいりました。石川さん自身はそれは苦渋の選択でもあったと思うし、また後援会の皆さん方に対する思い等を考えますときには言葉には言い表せないですね、辛い思いがあったと思いますけども、私はカムバックすることによって必ず理解はしてもらえると、合わせて裁判をとことん戦うというわけでありますからですね、必ず無駄を勝ち取るべくですね、頑張っていただきたいし、また私なんかもこの水谷建設から5000万もらってない、これはもう明らかでありますから、水谷会長にも私は確認しておりますから、この点ですね、また私の側からもいろんな発信をしながらですね、石川さんの裁判をまた応援していきたいのだな、まあ、こんなふうに思っております。以上であります。よろしくお願いします。